さて、揃いも揃った我が将たる精鋭サーヴァント、それにおまけの駒使いが一匹、千年平安京へと賊が入り込んだ。直ちにこれなる賊へ中罰を加えるが、こたびの出陣にふさわしいものは誰ぞある？なんてカルナさんはとっておき中のとっておきですので、今回は参謀役でも任せるとしまして、呂布さんは確実に賊を破壊してくれましょうが、まあついでに千年鏡も破壊されちゃいますよね。それではあまりよろしくもない。となると私が出ましょう。千年鏡の地理は彼よりも私やエリザベートの方が把握できています。私が対処してもいいのよ。城だけじゃなくてあちこち掃除させられてるから隅々までわかってるし、前の聖杯戦争の名残っていうか構成プログラムの掃除だってやってるし、もといやらされてるし。玉座の操作機能からの情報では、侵入者は対人戦闘に特化したアサシン、迷い込んだ構成プログラムの類とは訳が違います。こと対サーヴァント戦闘については私に多少の心得があります。今回は私が出るのが道理かと思われますが。そうですね、さっきから忠義の足りないこと影には後でお仕置きするとして。え、なんでよ、私文句なんて言ってないじゃない。ライダーさん、それでは賊の中罰をお願いできますか。ご主人様もそれで構いませんね。今回はこれこのようにライダーさんの自戦ですし。かしこまりましたご主人様。というわけで王の主攻をいただきましたからにはライダーさんにお任せいたしましょう。見事賊を打ち果たしてみせるがよい。勝利の暁にはフラチモノの首電脳五条にさらすなどしても構わぬ。期待していますよライダーさん。了解しました。では女王の帝国に勝利をもたらしましょう。それとエリザベート援護を頼みます。いいけどそれってお仕置きは免除よね。電撃ビリビリは免除なのよね。構いませんねキャスター。まあよろしいでしょ。駒使いをどう使うかはあなたに任せます。それではいざ出陣を。ここまでですね。女王暗殺には失敗したとセイバーへ伝えなさい。見事、月にはしたたかな女がよくよく集う。英春剣を起こしたその女であったとは聞くが、この苛烈さはおよそ女界のそれよな。怪物はそちらでしょう。あなたには心底驚かされました。敵地であれば敗れていたのは私だったでしょう。この勝利ある意味では地の利によるもの。しかし伝説に語られるとしても所詮は人間。優れた武具や魔術を力とし精霊や神々の加護を受けてこその英霊であると捉えていましたが、あなたは身一つをもって伝説と化した。剣も持たず魔術もなく加護も祝福もなく。アサシンクラスにはその手の英傑が多いのですね。いささか買いかぶりすぎだな。わしが伝説を成したならば陸号大層のそれであろうし、似たような腕の者は生前にもいくらかいたぞ。なるほど、中華武術というものへの評価を私たちは改めるべきなのかもしれません。気が変わりました。アサシン李将軍。ほう、首をはねるならばはねよう。月の除血に敗れ去るのは我が定めであるらしい。うん、
ご苦労様でした、ライダーさん。見事に敵の刺客を打ち果たしていただけました。どうかゆるりとお休みを。次なる戦いでもあなたには先陣を切っていただこうかと思います。ですので、それまではお休みくださいな。すごい、あのアサシンを一人で仕留めちゃうなんて。どういうサーヴァントなのよあんた。サンキシクロスと素手で戦えるやつを相手に一人で勝っちゃうライダーって。取り巻きだっていっぱいいっぱいいたでしょ、スターのファンクラブ級に。大したことは何も。では次の戦いに備えて休ませていただきます。行っちゃった、そっけない人ね。何をほうけている駒使い。無駄に時間を潰している暇があるならば戦場の後片付けでもやってまいれ。わかったわよ、すぐに行くわよ。キャスターめ、電撃ビリビリさえなければ。今回の中立領域制圧に際してもお前の力を借りることになる。敵は多数、味方は少数という戦場だ。問題はありません。多数といってもセイバー陣営の多くは構成プログラム程度に過ぎません。注意すべきはサーヴァントのみ。他の聖杯戦争とさして変わりはないでしょう。それにこの町にはいささかの因縁があります。いえ、むしろ地の利があると言うべきか。前回といい、私はどうやら月の戦場において幸運に恵まれているようです。お前の意思を尊重しよう、ライダー。戦うのであれば止めはしない。だが注意しろ、今回は敵軍を蹴散らすだけの戦いではない。担ぎ上げる主人を間違えていないか。そう言いましたね、アーチャー。確かに述べたが、なんだね。まさか今更気に触ったというわけでもないだろ。それよりも君が刃を下ろした意図を聞きたい。これ以上戦うつもりはないと判断すべきかな。中立領域の攻防はそちらの勝利だ。確かにこれ以上の戦力の損耗などはお互いに望むところではないだろうが。刃を下ろしたのは、そう、あなたとは戦う理由がないからです。うん、その言葉、キャスターの陣営の一員としての言葉か、それとも他の意図があると。回りくどい男ですね、あなたは。すでに分かっているのでしょう。キャスターの容器に当てられたわけでもなければ、昔の熱が蘇ったわけでもない。私には私の考えがあってあのキャスターに組みしています。私の目的はただ一つ、この新たなセラフに安定をもたらすこと。理由は違えど、あなたも同じ目的のために戦っているのでは。うん、つまり私に共闘を持ちかけているという解釈でいいのかな。共闘ですか。いいえ、少し違いますね。私は巫女ガルナさん、ライダーさんへの通信はまだつながらないんです。ああ、中立領域の制圧には成功したのだが、その直後からどうにも通信の調子が良くない。何らかの妨害を受けているようだが。いや、回復した。少し待て。通信の回復を確認。改めて中立エリアの制圧を完了しました。同エリアで遭遇したセイバー陣営のサーヴァント、アーチャーを撃破しました。以上、これより本陣へ戻ります。アーチャーさんを座へ叩き戻したんです。やられてもやられてもこっそり生き延びて、いいところで早速登場するあの赤ジャケを、なんという快挙。
ご苦労様でした。想像以上の働きです、ライダーさん。その働き、賞賛に値する。千年郷へと戻った暁には宴を持って迎えよう。やれめでたやめでたや。キャスターは喜んでいる。ライダー、本陣でお前の祈祷を待っているぞ。ええ、了解しました。とうとうこの時がやってきました。一人寝の寂しさも今日この日までのこと。いいえ、私には魂のご主人様がおりますが、ともあれこれで最後です。ニック・キセイバーをここより退散させ、精神のご主人様を取り戻すのです。さあサーバント、ライダー、先人の栄誉、凱旋の栄光を貴様に与えよう。ローマの領域を陥落せよ。セイバーを倒してレガリアを我が手にもたらせ。キャスターからの言葉は以上だ。健闘を祈る。わかっています。速やかにローマ領域の支配者を打ち倒し、レガリアを入手しましょう。というわけで、こうして我が陣営は悪逆なるセイバーを倒し、ローマの領域を平定、千年平安京を中心とした新たなる帝国がここに樹立したのです。セラフには平穏がもたらされました。レガリア所有者同士の激突という月の混乱は見事終結いたしました。 AINPC の皆さんも喜んでいます。そりゃそうです、戦乱も混乱も終わったのです。そして今日、千年平安京には花が咲くのです。それはこのようにして咲き誇る桜の花。いいえ、桜の花だけではなく、ご主人様とその最愛のサーヴァントによるピンク色の愛の花が咲き誇る。咲き誇るはずでしたのに。どうして、どうしてあなたがいるんですか。私のマイルームで私のご主人様に私がやるべきピンク色の愛のあれをどうして。ライダーさん、これはどういうことなのかご説明してください。それから、なぜ、何故にセーバー陣営を退けた直後に倒したはずのアーチャーやらアサシンやらがたちまち私に襲いかかって、私を殺生石ネオで封印なんかしちゃうのです。ライダーさん、我が軍一番やりのあなたが。これは本意でもなければ反乱でもない。私の目的は当初からセラフの安定ただ一つ。そのために陣営へと参加したのです。暴虐の女王として振る舞い続けるあなたの陣営に。当然私の忠誠はあなたにはありません。最初からずっと。そんな私信じていましたのに。同じ絶世の美女で日陰者でサブのヒロインとして絶対に気が合うはずなのに。属性が似ているのは同意しますが、そういうところで致命的に話が合わないと思いますよ、キャスター。そしてこれは当初の予定通りです。陣営所属のサーヴァントとして動きながら戦乱の終結に合わせてあなたを倒す。そのための手駒については知っての通り、あなたの指示を受けての戦いの中でサーヴァント2機を密かに味方につけました。こうもうまく運ぶとは。それからキャスターのマスターであるからにはろくな人間ではあるまいと思っていましたが、予想以上の人物でした。
キャスターとは話が合いませんが、趣味は合うようです。あなたは良識があり、勇気があり、再起は控えめですが将来性がある。予想以上でしたので。ええ、この平穏、私と共にたっぷり味わいましょう。このヘビ、ヘビ女、まさかこのタマモがヘビに遅れ踊ろうとは。しかもご主人様までどこかにかけようとなんて許されません、許されませんよ。あなたどいて、ご主人様の顎食いしないで。ああ残念です。セイバーから奪ったレガリアについては、キャスターのレガリアの中和に用いる必然から、レガリアの機能を用いて契約を私へと切り替えることまでは叶いません。ひどい、こんなのひどいです。せっかくタマモが待ったのに。これじゃあヘビのもとい狐の生殺し。代わって、そのポジションは私のものなんですから。少しかわいそうですが、妖子としての毒気が抜けきるまではああしておくしかありません。さすがに契約を奪うのは至難の業ですが、ご安心を。あなたがそうしている間、良妻役は私に任せておいていただければ。さあ何なりと私にお申し付けください。あなたが望むことでしたら、すべて私が叶えてあげましょう。何ですか